お花紙でアネモネの花を作りました。ボタン色2枚、白1枚、黒1枚をツルツルの方が上になるように重ねます。これを屏風折りにしていきます。まず半分に折ったら、その3分の1に折ります。裏返して真ん中の線に合わせます。こうやって屏風折りにしていきます。山が3つある屏風折りができます。これを半分に折ります。そしてボタン色の方から少し並々に切っていきます。最後の1センチぐらいのところからぐっと曲げて丸く切り落とします。次にラッピングモールを半分に折ります。黒が見える方からラッピングモールをかけて、ぎゅっと引っ張って、ラッピングモールをしっかりとねじります。そして黒が見える側から開いていきます。根元までしっかり開くのがコツです。この形になったら、今度は黒いお花紙だけを引っ張り出していきます。これも根元までぎゅーっとしっかりと引っ張り出してください。白いお花紙も同じようにします。根元までぎゅーっとしっかり引っ張り出したら、それを引っ張ってそれを引っ張って整えます。これを束ねて持って2センチくらいの残したところで切り取ります。切り取った部分を白と黒に分けて、手に液体のりをつけ、最初のお花紙の切りくずと一緒に白いお花紙をボール状にします。これに黒いお花紙を巻きつけて、またボール状にします。
全体が黒く見えるようにもう一度黒い紙で巻いてボール状にします。これが花の中心部分になります。先ほど切ったところの白いお花紙だけを開きます。でこのように持ったら今度は黒いお花紙を開いてここに切り込みを入れていきます。切りくずが出ますので下に紙を引いておくといいでしょう。ハサミの先を使ってチョキチョキと細かく切り込みを入れていきます。これはシュレッダーバサミです。100円ショップで300円で売っていました。私はもっぱら工作に使っています。これを使うと作業が早くできます。ゴミを取り除きます。そして2枚重ねになっている花びらを開いていきます。真ん中をギュッと押さえて花びらを整えます。この真ん中の部分に作っておいた黒い玉を貼り付けます。これで完成です。ひっくり返すとこうなっています。ラッピングモールではなくお花用のワイヤーを使うと茎を作ることもできます。たくさん作って広い壁面を飾ってみましょう。